レバノン医療崩壊、最後の一滴を使い果たしてしまったということで、これが非常に大混乱を招いていると。多くの病院が閉院してるんですよ、すでに。別の次元の医療崩壊、これイエメンと全く一緒ですよね。お給料というのはもうほぼほぼ無価値同然なんですよね。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで、今日も始まりました越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内からです。ウクライナ侵攻と世界経済、激動2022年以後の世界経済と株と為替の行方はということで、北海道の帯広で開催いたします。2022年6月の18日土曜日11時スタート。こちらお昼ご飯をまたいで行いますので、軽食がつきます。ぜひお昼ご飯を抜いて遊びにいらしてください。岡安商事有名為替アナリストのちょいわる先生と、私越境 3.0 チャンネル石田和也のコラボレーションセミナーとなります。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。こちら席数わずかとなってまいりました。ぜひお早めにお申し込みください。帯広の方でお待ちしております。美味しいジンギスカンを食べにいらしてください。どうぞよろしくお願いします。そして本日のテーマはレバノン医療崩壊ということでお話していきたいと思います。昨日こちらの動画を流しました。レバノンついに石油備蓄が底をつくということで、レバノン最後の発電所の備蓄していた石油が最後の一滴を使い果たしてしまったということで、これが非常に大混乱を招いていると。もうレバノンの街中もう全てが真っ暗になってしまって、次の直近のオイルタンカーが到着するのがまあ週末という予定なので、そこから積み上げの検査なんかを行うので、だいたいまあ来週週明けの半ばぐらいにようやく石油が到着するんじゃないかと、まあ、いうような状態なんですよね。詳しいことは昨日の動画をご覧いただくとして、レバノンというのは昔中東でも比較的裕福な方だったんですけれども、まあ今それがもう最貧国レベルまで落ちてしまっていると。まあこれはレバノンポンドの 90% 以上の通貨の下落で、そしてまあハイパーインフレ、そして新型コロナとかウクライナ戦争によるまあ物流の遮断によって、なかなかレバノン国内に物が入りづらくなっている。お金がない上に物が入りづらいと、そういう状態が続いてるんですよね。で、レバノンの国民の4分の3以上がもう1日2ドル以下の貧困層に転落しているという。で、その中で、まあ、電気が来ていない、水が来ていないということで、もちろん病院も経営できないわけですよ。まずはこちらのニュース。レバノン医師団、病院がスト決行ということで、そもそもね、レバノンもう多くの病院が閉院してるんですよ、すでに。医療崩壊というと、まあ、日本でイメージできるような医療崩壊とは全く別のレベルの、別の次元の医療崩壊。日本でいう医療崩壊って、まあ、例えば新型コロナで病床数がいっぱいになってしまって、で、なかなかその病院が受け入れられない、医療従事者もなかなか対応できないっていうことで、まあ、病院に行っても順番待ちがひどいとか、ベッドが足りなくて入院できないとかね。まあ、大体そういうような医療崩壊がイメージできると思うんですけども、レバノンの医療崩壊というのはそもそももう別次元、次元が違う。もう病院がないんですよ。具合悪いなと思って病院に行ったら病院がものすごい混んでいた。なかなか診察してもらえないとかではなくて、病院がないんですね。自分が見てもらうための病院がないので、多くの病院が閉院してるのでもう病院がない。そんな中で残った数少ない病院がストライキを起こしたというニュースなんですね。26日、医師、看護師、医療従事者ら多数がレバノン首都ベイルートにある中央銀行の一帯に集結した。これに先立ち一団は急速に悪化する経済情勢の抗議だとして2日間ゼネストを行うと宣言していた。このストライキを宣言したのは、医療職に従事する人たちの2つの組合、ベイルート県北部県医師連合と民間病院オーナー連合だ。野放図な資金統制や各種規制を各銀行が強いることを許してきた中央銀行の一連の方策にはもはや我慢ならないとしている。ストは27日に終わるが、組合側ではこの間は急患と透析患者のみ各病院で受け入れることになるとしている。レバノンの金融政策もそうですけれども、レバノンの医療レベルというのは数年前まで中東では最高クラスの医療レベルだったんですよね。でも今これ崩壊寸前なんですよ。崩壊寸前というよりももはやもうすでに崩壊しているかもしれない。スタッフの給料が払えないとか、医療物資が手に入らないとか、そういった壊滅的な状態の中でなんとか今をしのいでいるという状態なんですよね。それで残された数少ない病院が今回ストライキを起こしたということです。レバノンはこれウクライナと違ってこの戦争は今起きてないんですけれども、もうまさに戦時下にあるような状態。実際に戦争が起こっているイエメン内戦が起こっているイエメンの病院とほぼほぼ同じ状態なんですよね。医者や看護師の給料が払えない。で、そして医療物資は全く病院に届かないと。で、その中で経営できない病院がもうバタバタと閉院していく、潰れていくという状態。これイエメンと全く一緒ですよね。2019年末から始まったレバノンの経済危機というのは、
レバロンポンドの価値が対アメリカドルで 90% 以上下落してるんですよ。だから医者や、まあ、看護師スタッフがもらうお給料というのはもうほぼほぼ無価値当然なんですよね。レバノンというのはもう非常に政治汚職がひどい、その政治汚職がひどい中で経済が困窮していく中で、レバノンポンドの価値というのもまあだん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 信用失墜して下がっていくわけですけれども、この状態の中でやっぱ耐えきれない人いっぱいいるわけですよ。もちろんこのレバノン国内の困窮に耐えかねてレバノンから国外脱出するお医者さんとか看護師さんっていうのがいっぱいいるんですね。海外移住してしまった医療従事者というのが数万人単位でいるので、そもそもレバノン国内の医療従事者が足りていないんですよ。そしてレバノンポンドの価値が下がってしまったので、輸入品がとにかく入手しづらい、入手できたとしても非常に高額な金額になってしまう。その上で新型コロナウイルスがあって、ウクライナ戦争があって、物流の遮断によって世界から物がなかなか運ばれにくくなってきている。で、価格高騰、原油とか、まあ、素材関連の価格が、まあ、どん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 上がっていくということで、余計インフレ圧力がもう襲いかかってくる。医薬品が不足しているというこの深刻な状況の中で、医薬品が不足しているということは、今度薬局が商売できないんですよ。レバノン国内の薬局、医薬品店っていうのは、もう商売にならなくて、ほとんどが閉店してしまったという。街中に薬が並んでない、薬を並んでいる薬局は閉店してしまったということで、お金があっても薬が買えないんですよね。お金があっても買えないんだけど、そもそもそのお金がないんですよ。まあ薬というのはなかなか入手困難になってるし、病院に行ってお医者さんに診てもらうというのも、もうなかなか困難な状態になってきていると。そういった状況の中で、まあ多くの病院がこれ閉院せざるを得ないというのも、まあまあやむを得ないというか分かる気もしますよね。病院としても経営できないわけですから、経費も払えない、スタッフの給料も払えない、そんな中で患者さんに来られても、いやちょっと困るよという状態ですもんね。まあこれが本当の医療崩壊なんですよ。日本の医療崩壊とはちょっと別次元の医療崩壊。この今回のレバノン中央銀行前に集まった医療従事者のストライキというのは、レバノン国内に残った一部の医療従事者によって行われているストライキなんですね。彼らが強く非難しているのはレバノン中央銀行です。国家が医療分野を破壊するものだとして、もうレバノン中央銀行をもう強く非難している。レバノンポンドは対アメリカドルでまだまだ下落を続けているんですよ。日々最安値更新中、ほぼ紙くず当然。レバノン国内の、まあ、両替のブラックマーケットでは5月25日1ドル3万5600ポンドの値段がついたということなんですね。1ドル3万5600ポンドですよ。これ数年前の30分の1近くになっちゃうんじゃないかなという、そういった感じなんですけれども、経済危機が2019年に勃発する前、その前まではレバノンの通貨というのは22年間1ドル1500レバノンポンド、そういったレートに据え置かれていたので、レバノン内戦終結後22年間は1アメリカドル1500レバノンポンドということで、まあ、安定した時期だったんですよね。現在3万5600ポンドということなので、通貨の価値は約24分の1、言い換えると物の値段が24倍になったと。でも実際はさらに新型コロナウイルスとかウクライナ戦争とか、まあ、物流が滞ったり、資源や素材関連の価格高騰があったり、実際物が入りにくくなっているというので、この為替レートだけではなくて、まあ、そういったことも鑑みると実際は24倍どころではないという、まあ、物によっては価格がまあ30倍40倍になっているものなんていうのもあるんじゃないかという、そんな状況なんですよね。戦争をやってないけどこの戦時下にあるのと同じような状態、それが現在のレバノンなんですけれども、医療崩壊のレベルが違う、もう別次元の医療崩壊が起きている。そんなレバノンのお話をさせていただきました。まあレバノンね、僕も知り合いのレバノン人何人かいますので、まあちょっと心配になっているニュースではあるんですけれども、また新しいニュースが入りましたら越境 3.0 チャンネルの方でも配信していきたいと思います。越境 3.0 チャンネルでは中東アラブ情勢に関する情報もたくさん流しております。こちら過去の再生リスト、中東アラブ情勢の方からご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。